ジョイボーイたちの味方側の勢力のこう強い組織たちがそれぞれの4つのロードポーニングリフを守るようにしたと800年間。モッチ、シャンクスは何個ロードポーニングリフ持ってると思うっていうね、ちょっと今チャット欄目に入りましたけども、いやー、だから私がベットしたいのはロードポーニングリフ云々じゃなくて、そのシャンクスっていうのは、もう ラフテルには行けるっていう話ですよね。全部揃えてんのか生き方はもう知ってんのかわかんないですけど、持ってたとしても持ってないとしてもラフテルへの生き方は知っている。だからロードポーニングリフは必要ないはずだけど、ロードポーニングリフを置いて消えろって言ってるってことは、キットに行かれたら困る何か理由があるのか、それともまだロードポーニングリフを集めてる段階なのか、シャンクスがっていうところなんでしょうけどね。まだロードポーニングリフを集めてる段階っていうのはなんか考えにくいんだけどなぁ。キットが持ってんのがワノ国のロードポーネグリフとポールケーキアイランドのロードポーネグリフなんですけど、取れるでしょシャンクスね、その二つ。ワノ国寄ってんだったらワノ国のロードポーネグリフもらいに行けばいい だろうし、まあ、ビッグマムのところのが取れなかったのかな、ずっと。まあ私的な感覚、 まだ今のところですけど、一回読んだ感覚ではやっぱりルフィにたどり着かせたいっていう、なんかね、そういうアシストのような気がするんですよね、キットを止めるのはね。竹之内のマロのすけさん、200円ありがとうございます。ロキは神話では火を神格したものらしい、だから新キャラかも、巨人族っぽいな。ロードポーネグリフのアリカに関しても、だから 100% ではないのかな。あのロードトゥーラフテルがあったんですけど、過去の4つのロードポーネグリフはここにありました、で現在はここにあります、で所在地不明のやつがありますみたいな、この図があるんですけど、ロードトゥーラフテルに過去にあったのがポールケーキアイランドとワノ国とゾウと魚人島で、このホールケーキアイランドにあったやつはどこから持ってきたかわかんねえみたいな、なんかそんな描写だよね。でこれが過去で、現在はホールケーキアイランドにあるもの、あの国にあるもの、ゾウにあるものっていうのが分かってて、並びの位置的にその過去に魚人島にあったやつが今所在地不明ってはなってんだよね。つまり魚人島にあったロードポーネグリフが現在分からなくなっているっていうのが、まあ、確定はしてんすけど、それをロキが持ってってる。ビッグマムが持ってたロードポーネグリフはこれエルバフからビッグマムが持ってきたものだと思ってんだよな。でそうなるとエルバフっていうのはロードポーネグリフを守ってたんだけど、ビッグマムに滅ぼされてしまってロードポーネグリフを奪われてしまった国なんで、最後のロードポーネグリフとは関係ないという感じもするんすよね。これロードトゥーラフテルを信じない方がいいぜもいるんだよね。正直マムが魚人島から持ってきた可能性がゼロじゃないと思ってる。いやでもこの小田先生が書いたこの書き方、ロードトゥーラフテルのさ、過去と現在のロードポーネグリフのありか、ゾウあってビッグマムが所持したのあって、ワノ国のがあって魚人島のがある、それが過去で、その下にゾウがあってホールケーキアイランドあってワノ国あってハテナってなってるから、これを小田先生がこういう風に書いてんだから、そうに決まってるはずなんだよね。所在地不明のが、だからエルバフにあったかもしれないのがホールケーキアイランドにあるっていうね。あとでも書いてあるもんな、26年前は魚人島にあったが現在はない、一体どこへ。これがホールケーキアイランドのはずがないよね、今どこへってなってんだから。ロジャーがマムのところから奪ったってあるから、今不明のやつは本当にどこにあるかわかんない。ただこのビッグマムがなんでロードポーネグリフを持ってたかっていうのが描かれてないんで、これが、まあ、魚人島のじゃないにせよ、いやもうちょっと整理するのが大変だわ。ロードポーネグリフはだから俺が一番考えてるのが、とにかくラフテルへと続く道なんで、ジョイボーイたちが残したはずなんですよね、ロードポーネグリフを。で4つを別々なところにこう点在させて、政府とかね、敵対する組織にラフテルにたどり着かせないように下に決まってるんですよ、まずね。っていうことは誰かが守っている可能性が高いと。って考えると、一番ストレートに考えると、各種族ジョイボーイたちの味方側の勢力のこう強い組織たちがそれぞれの4つのロードポーニングリフを守るようにしたと、800年間。それが一番気持ちいい考え方。ゾウはクジラの木の中に隠して、ミンク族がゾウも含めてミンク族が守ってた。これ見つかる可能性めちゃめちゃ少ない、リスクも少ないじゃないですか。もう一つはワノ国侍たちが、光月家たちがまあ守ってたと。これもまあ理にかなってるっすよね。めちゃめちゃ見つけにくい上に侍も強いし、でさらにワノ国には仕掛けがあって、その地下に行かねえとロードポーネグリにはたどり着けないっていうことで、
まあ、守ってたじゃないですか。そういう意味で言うと、まあ、魚人島、過去編では、ジョイボーイの謝罪文の隣にあったんですけど、これも、まあ、魚人族が守ってた。まあ、とにかく魚人島に行くのも、海底1万メートルだし大変だし、魚人族は人間の10倍の腕力とかいろいろあるか、太陽の海賊団もあるし、太陽の神と太陽つながりとかもあるんで、まあ、守ってたっていうのがある。もう、それぞれ、今、分かってるだけでも3つが守ってた。だからもう1個も守ってるに決まってんすよね、誰かが。で、一番可能性が高いのがエルバフなんじゃないかっていう話だよ。エルバフで巨人族たちが、で、太陽の死と復活の祭りとかさ、そういうのもいろいろあったんで、太陽とのつながりも示唆されていると。で、まあ、ジョイボーイが巨人だったんじゃないかとか、巨大な麦わら帽子はジョイボーイのものだったんじゃないかとか、いろいろありますけど、エルバフにあるのが、まあ一番可能性が高いと。で、エルバフで巨人族が守ってた。象でミンク族が守ってた。ワノ国で光月が守ってた。魚人島で魚人族が守ってた。これが本来あった場所。ロードポーネグリフが。ただ、まずワノ国にはカイドウに支配されちゃって、ロードポーネグリフを四皇のカイドウが所持することになりましたと。これに関してはロードポーネグリフはワノ国から外に持ち出したりはせずに、カイドウはまあそこにこう留まってたと。だからカイドウを倒さないとロードポーネグリフが手に入らない状態になってしまったっていう。もう一つはビッグマムがエルバフを滅ぼして、ホールケーキアイランドにエルバフにあったロードポーネグリフをまあ持ってきてたっていうのが一番やっぱり考え方としてはストレートな気はするんですよね。魚人島の亡くなったロードポーネグリフをビッグマムが奪ってホールケーキアイランドに持ってきてた可能性も残ってたんですけど、このロードトゥーラフテルで現在のホールケーキアイランドにはまあブルックの大手柄により石を移しを入手とかっていうのがある中で、魚人島にあったロードポーネグリフに関して26年前は魚人島にあったが現在はない、一体どこへって書いてあるんで、まあ可能性ゼロじゃないんですけど、この書き方はもうほぼほぼこれが今所在地不明の唯一のロードポーネグリフって考えた方がいいんじゃないかっていうね。だそう考えると火の傷の男の可能性がもう極端に、だこの亡くなった最後の一個のロードポーネグリフ、ルフィもローもキッドも必要なこの最後のロードポーネグリフを見つけるために火の傷の男の存在がこう鍵になる。魚人島にあったのがホールケーキアイランドに移してたのかと思ってて、いや多分違うっすね、この書き方だとね。ビッグマムがどっからか、まあ俺の予想ではエルバフから持ってきてたのがホールケーキアイランドにあって、26年前は魚人島にあったはずだが今はどこへみたいなのがあるんで。くつけさん5000円ありがとうございます。初コメです。今後桃之助がポーネグリフを作る展開どうでしょう。月焼き様が生きていた、ロビンもいることを考えると、ルフィの言葉も添えられるのでロジャーおでんからのつながりでちょっと熱くないですか。最後のロードポーネグリフは破壊されたか何かで形を成しておらず、火の傷の男は写しを持っている。麦わらの一味でロードポーネグリフを作り直す、ロビンの丸任命問題回収、火の傷の男が誰かは全く分かりませんが、初めて写しを作った人とか歴史を次の世代につなぎたいと考える人とか漠然と考えています。長文失礼しました。完全にガツで行きましたね。最後のロードポーネグリフ壊れてる説というね、これ面白いですね。ロードポーネグリフは何してもびくともしないっていうので来てたんですけど、なんとそれぶち壊せるやつがいたというね。ワンピースっぽいしドラマティックだし、夢の中とはいえ今回ねレッドで映画の演出なんですけど完全バリアが破られたっていうね、これは見てて衝撃を受ける、エンタメとして絶対に破れないとされるものが破られる瞬間っていうのとか、壊れないと思ってたものが壊れる瞬間っていうのは読者もエンタメとして興奮するポイントでございますんで、もう壊れないとされているポーネグリフを壊すやつがいたとか、すでに最後の一個のロードポーネグリフを壊しているっていうドラマは私的にはかなり熱いというね。火の傷の男が壊したのかは分かんないですけどね。写しを持っている男こそが火の傷の男であると。火の傷の男が誰かを考える際に一番重要なのが、そいつに挨拶すればワンピースの争奪戦に参加できると。周回遅れのローやキッドですらルフィを超えて先にワンピースにたどり着ける可能性すらあるやつだと、まあ私は思ってるんですが、火の傷の男が世界に残っている唯一のロードポーネグリフの写しを持っている、フランキーがプルトの設計図を持っているみたいなね、そのぐらいの希少度だよね。最後の一個のロードポーネグリフの写しを火の傷の男が持っているっていう展開はすげえワンピースっぽいよね。熱さもなんかあって、この先のね、このポーネグリフを作ることができるのが、まあ、すき焼きがポーネグリフを作って掘ることができるんで、桃之助がその技術を受け継いで、ロードポーネグリフをもう一個作るっていう話なんですけど、壊されてんだったら、ロードポーネグリフ作りようないよね。その文章知らないんだからね。火の傷の男に会って写しをもらったんだったら、新たに作る必要ないから、俺が自分でこの考察を広げるの、この先をちょっと変えたいところはありますが。